こんにちは。うぷ主のディスコと。皆さん、こんにちは。キズナあかりです。さて、9月に入ってだいぶ涼しくなってきましたね。なんか、時々、すごく暑い日があったりしますけどね。私は涼しくなったので何か運動でもということで、日々の筋トレ以外に、最近ウォーキングを始めてみました。1時間程度歩くのを目標にしているのですが、やはりまとまった時間を歩くとなかなか汗をかきますな。私は今年の秋は健康の秋にしたいと考えております。珍しくまともな目標が立ってますね。皆さんは秋の目標などはありますでしょうか？ということで、余談はこの辺にしておきまして。今回もあなたの PC デスク企画をやっていきたいと思います。毎度のことながら、本企画への応募方法に関しては、動画の最後でアナウンスしておりますので、応募してみたい、という方はぜひ、動画の最後をご覧くださいませ。では早速一人目の方の紹介からやっていきましょう。よろしくお願いします。エントリーナンバー260番、水飴さんからの投稿です。水飴さんからは、一枚のお写真をご投稿いただきました。今回はそちらをご紹介させていただきます。では早速お写真の方見ていきましょう。こちらご投稿いただいた PC デスクのお写真になります。非常に可愛らしい雰囲気ですが、ゲーミング感も満載なデスク。PC のゲーム環境とコンシューマーのゲーム環境が共存してる感じですね。また、このデスクの配置も非常に面白い感じになっていまして、よく見るとここって部屋の角ですよね。角に対して正面を向くように配置されているので、もしかするとこのデスクは三角デスクとかだったりするんでしょうかね。だとしたらかなり珍しいですね。もしご覧になってましたらこの辺ぜひコメントで教えてくださいませ。ちなみにゲームはかなり力を入れられているようでして、ディスプレイは 144Hz の製品、またマウス、キーボードはそれぞれ。ダッキーさんのキーボード、ロジクールさんのマウスとのこと、通好みなダッキーさんのキーボード、めっちゃ羨ましい。ダッキーさんのキーボードのキーキャップも、すごくおしゃれですね。デスク全体がそうですが、パステルな感じというか、優しい色使いで落ち着きそうな感じですよね。ちなみにどんなゲームをされるかなどはメールには書いていなかったですが、プレステのコントローラーを見るに FPS ゲームをしてそう。名前はわからないんですが、このコントローラーのアナログスティックを延長するやつ、FPS をやっている人がつけている印象です。確かに言われてみると。ディスプレイも高リフレッシュレートなので、FPS はかなりプレイされていそうな感じがしますよね。で、気になる PC に関してですが、まず目を引くのは上部に設置された3連ファンですな。この側面側を向くようにファンがついているタイプ、時々見かけますがかっこいいですよね。ファンについている LED は、多くが外周に沿って円形についているので、このタイプが一番視認性が良いですよね。またそれとは別に背面に1機、そして CPU クーラーもクーラーマスターのデュアルファンタイプと、かなり冷却には力を入れているご様子。雰囲気的に底面吸気の背面、上部排気みたいな感じですかね。で、気になるこちらの PC のスペックに関してなのですが、CPU に i7-9700F を搭載、メモリは8が2枚で 16GB、グラボには RTX2060 スーパーを搭載したマシンとのこと。CPU もグラボも結構な性能ですね。これなら、大抵のゲームは超快適に遊べちゃいますね。エアフローもかなり良さそうなので長時間プレイも安心ですな。ちなみにこの方はこの PC が初自作だったとのこと。最近、初心者自作家さんのレベル向上が著しくないですか？やっぱりネットとかでも参考にできるサイトや動画が増えましたからね。今から自作するなら、情報量が豊富ですごく自作しやすいと思います。にしても、配線ケーブルもしっかりと固定具をつけたり、なんならホワイトカラーのケーブルに変えたりなど、かなりこだわりが感じられますな。ここから2代目、3代目と増えていく自作沼にはまっていくんですかね。いや、全員がそうとは限らないですよ。ということで、エントリーナンバー260番、水飴さんからの投稿でございました。水飴さん、ご投稿誠にありがとうございました。もし動画を見ていらっしゃいましたら、あのデュアルファンタイプの CPU クーラーの冷え具合などを教えていただきたいです。実はサブ PC の CPU クーラー買い替えを検討しているのですが、鉄板のこてっちゃんでいくか、挑戦してみるかで悩み中でして。よく冷えるなら試してみたいですね。もしよろしければお願いいたします。では、次の方の投稿に行ってみましょう。よろしくお願いします。エントリーナンバー261番、ズッキーさんからの投稿です。
ズッキーさんからは3枚のお写真をご投稿いただきました。今回はそのうち2枚をご紹介させていただきます。では早速お写真の方見ていきましょう。こちらいただいた PC デスクのお写真になります。かなりゲーミング感の強い PC デスク、しかも湾曲ディスプレイ。ディスプレイは正面に1枚と少し離れて右に1枚ですね。ただキーボードとマウスが2セットあるんですが、どういう環境なんでしょうか。メールを読んでみますと、この環境実はデュアルディスプレイではなく、2 PC 環境とのこと、つまり左右で違う PC が繋がってるんですな。なるほど。ちなみに、現在サブとなっている PC は旧メインだったようで、おそらく新しく1台組んでサブになったんじゃないかと。これ、マージで時差かあるあるです。確かに。すごいわかる。新しく組むときに、本当はパーツなど売れば多少返ってくるのですが、今まで使っていた愛着で売れない、私絶対に売れない派です。ちなみにデスクはかなり広く、L 字となっているようですな。L の部分には PC の本体などを設置されているようです。お部屋は見た感じ元は和室っぽい感じですかね？そうっぽいですな。和室にシートを貼ってデスクにされているのかな。ちなみに、メールには詳しく書いていなかったですが、レイザーさんがかなりお好きなよう。置かれているキーボード、マウスは2セットともレイザーさん、さらにスピーカーもレイザーさんなのでかなりこだわっていますな。メーカーさんの統一は、制御ソフトの面とかでも有効ですよね。あとは愛ですな。では次はいただいた PC のお写真を見ていきましょう。こちらいただいた PC によったお写真になります。本格水冷。このメカニカルなケース内がたまらなくかっこいい。ハードチューブの本格水冷は大変とは聞きますが、やはり相応の超かっこいい見た目になりますね。手間をかけた分だけかっこよくなりますな。ちなみに、お写真手前に見えているのがメイン PC、奥に見えているのがサブ PC とのことでした。また、ケースファンの数もかなりのものですな。フロント2機、底面2機、上部3機、背面1機、奥に3機の計11機、これは過去最多かも。もはやこれで冷やせない環境はないと言ってもいいくらいの冷却強化ですね。では、気になるこちらの PC のスペックに関してですが、CPU に i7-9700K を搭載、メモリはメールに記載がなく、グラボは RTX3080 を搭載したマシンとのこと。またサブは CPU に Ryzen7-3700X、メモリは同じく記載なしでしたが、グラボには RTX2070 Super を搭載したマシンとのことでしたぞ。すごい。サブでも普通にメインとしてやっていけそうなスペック。メインは、やはり、グラボの発熱が大きい感じがしますね。ハイエンドの性能を常時キープするための冷却という感じですかね。やはり高性能になると比例して熱も出ます。冷却は超重要。ちなみにメイン PC では主にゲームを楽しまれ、サブでは片手間に動画や映画を見るために利用されているとのことでした。ということで、エントリーナンバー261番、ズッキーさんからの投稿でございました。ズッキーさん、ご投稿誠にありがとうございました。ちなみに、もしよろしければなのですが、i7-9700K で本格水冷利用時の温度などを教えていただきたいです。あと、やっぱり本格水冷ということは、OC などされているんでしょうかね。本格水冷環境を組む人は OC されているケースが多いような気がします。ある程度 OC しても問題ないくらいの冷却性能が確保できますよね。OC などされている場合はぜひその動作周波数なども教えていただけると幸いです。では、次の方の投稿に行ってみましょう。よろしくお願いします。エントリーナンバー262番、シンブランシュさんからの投稿です。シンブランシュさんからは、4枚のお写真をご投稿いただきました。今回は、そのうち2枚をご紹介させていただきます。では早速お写真の方見ていきましょう。こちらいただいた PC デスクのお写真になります。L 字デスクでかなり大型のディスプレイを設置されていますな。確かに、このディスプレイはかなり大型ですね。机の一面を、ほぼディスプレイだけで使ってしまうくらいの大きさですよ。メールによるとこちらのディスプレイは43インチとのこと。ちなみに右に置いてあるのはサブで24インチのようですぞ。PC で利用するデスクって、多くの方が20インチ台だと思うんですよね。それと比較すると、40インチオーバーは、かなり迫力がありそうです。ちなみにこれだけ大きなディスプレイを設置されている理由としまして、お写真や動画がご趣味とのことで、その書き出しや編集などのため、とのことでした。ただ同時にゲームなどもかなり大迫力でプレイできているとのことでしたぞ。
って、利用されている入力デバイスに関してですが、キーボード、マウスともにロジクールさんの製品とのことで、さらに左手用キーボードも配置されており、こちらはレイザーさんの製品とのこと、左手用はレイザーさんが有名ですよね。マウスが、サイドにテンキーみたいに、たくさんのボタンがついたモデルになっていますね。作業もゲームもされるとのことだったので、どっち用かはわかりませんが、ゲームなら MMO とかでめちゃめちゃキーバインドが必要なゲームかな。私も昔やってたゲームはマウス20個くらいボタンが欲しかった記憶です。左手は移動に集中しながら右でスキルとかを使えると便利なんだよね。では次はいただいた PC に寄ったお写真を見ていきましょう。こちらいただいた PC に寄ったお写真になります。デスクはシンプルめでしたが、ケース内は結構 LED 装飾されてますね。簡易水冷も導入されていますし、この方も結構排熱にはこだわられている感じがしますね。デスクがシンプルでケース内が LED で派手というケースはまさに私でして、せっかく PC 組むならめっちゃロマンある感じにしちゃおう、と張り切るのですが、いざデスクの構成を考えた時に、あれ、作業中にあんまり LED やると集中できないんじゃ、とか、実はあまりゲームしないんじゃ、みたいになって。結局ケース内はがっつりゲーミング、デスクは意外と普通の作業用、みたいになってしまうことが多いです。その逆の場合も見かけますけどね。ここは人によって結構ばらつきがあるのかなと。で、気になるこちらの PC のスペックに関してですが、CPU に Ryzen5 3600を搭載、メモリは8が2枚で 16GB、グラボに RTX2070 スーパーを搭載したマシンとのこと。結構、グラボに比重の置かれたマシンになっていますね。この構成の目的としては、趣味の写真や動画編集が快適に動き、なおかつ好きな FF14 が 4K の 60fps で動いてほしいという気持ちからとのことです。また、お部屋が3階ということで、結構熱がこもりがちなので、下吸気上排気に気をつけたり、Ryzen 5でも簡易水冷という感じみたいです。なるほど。夏でもできるだけ安心なように組まれた感じなんですね。今回は3名様とも冷却はかなり強化された PC でしたな。ということで、エントリーナンバー262番、シンブランシュさんからの投稿でございました。シンブランシュさん、ご投稿誠にありがとうございました。ちなみにこの方からは Twitter のアカウントをいただいております。こちら概要欄に掲載させていただきますので、ぜひ合わせてチェックしてみてくださいませ。ちなみに、FF14 がかなりお好きなようで、よくツイートされているようでございました。ということで、今回は以上3名の方の紹介で終わろうと思います。ご投稿いただきました、水飴さん、ズッキーさん、シンブランシュさん、ご投稿誠にありがとうございました。ありがとうございました。では毎度恒例本企画への応募方法に関してですが、本動画の概要欄に写真投稿に関してはこちら。という形で、私のブログへのリンクを設置しております。まずはこちらから私のブログにアクセスしていただきまして、そこに記載されている応募に関するルールや要項をお読みいただき、ご同意いただける際には、指定のアドレスまで本文記載、画像添付の上お送りくださいませ。万が一ルールに反した内容になってしまいますと、ご紹介ができなくなってしまうこともありますので、ご投稿の際には、ルールをよくお読みの上でよろしくお願いいたします。じゃあ今回の動画はこの辺で、あかりちゃんよろしくね。はい。皆様ご視聴誠にありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録もお願いします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。それでは。